半世紀生きたも働きたくないピラヤンです。おはようございます。おはようございます。じゃあね、もうこんにちはですね。1月19日の、お昼の3時半です。今コーヒー飲んでます。今日もよろしくお願いします。菓子パンをいただきます。動画のタイトル、片付けの付けが通に点々じゃなくて通に点々やでってコメントありましたけど、めんどくさいね。訂正はしません。一文字ぐらい間違ってても常に言っちゃいますよ。謝罪もする気がないし。あ、出てる。Google 先生に何か出てきた。片付けると片付ける、正しい表記はどっち。通に点々か通に点々か、正しい表記はどっちって。みんなも間違えてんじゃん。通に点々が正解ですって。今日の晩ご飯は中華料理のおかずです。3品です。あとサラダと、じゃあいただきます。おはようございます。おはようじゃねえよな。1月20日のお昼2時10分ですね。こんにちは。じゃあ昼ご飯いただきます。もやし炒めです。今日の晩ご飯はキムチ鍋です。具はいつも豚肉なんですけど、今日は魚を使いました。いただきます。
肉でかいなこれ。やばい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 。今日の晩ご飯は煮込みラーメンでした。昨日のキムチ鍋の豚肉とか魚が余ってたのを冷凍して残してたんで、ね、今日食べました。部屋の片付けなんですけどね、まあ地味にちょっとずつ、進めてます。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これ、DVD なんですけど、ここら辺のちょっと整理したりして、やってました。酒飲んで結構気持ちいいですが、動画これで終わります。動画ご視聴いただきありがとうございます。ビデオヤンでした。ではまた。